ファイナルファンタジー10、前回の続きをプレイしていきましょう。さて、新しい寺院にやってきたところからですね。よう、うわっ、ルッツ。死んじまったよ。まあ、運がなかったな。運も実力のうちってことさ。くそー、新米のくせに無茶しやがるからこうなるんだ。なんであいつ最前線まで来やがったんだ。なんで司令部でおとなしくしてなかったんだ。くそー、くそー、やめろルッツ。うるせー、お前に俺の悔しさがわかるか。わからねえわけないだろうが。すまん。ともかくよ、お前もうビサイドに帰れ。しばらく静かに休んでよな。休む。おう。で、早く元気になれ。怪我もしてるんだろ。そうするかな。おう、頼むぜ。落ち込んでる奴のこと殴れねえからな。ああ、俺のせいか。そうだよな、完全に俺のせいだよな。何もかもエボンの教えに背いた罰なんだろうな。これでもさ、最前線行かないようにしたらルッツが死んでたみたいな感じなんだろうな。これどっちかを選べ的な。言ってくれよ、言ってくれよ。まあどっち選べって言われても無理なんだけどさ。ブラスカも今やエボンの英雄か。あ、そっか、一緒に旅したんだもんね。失礼だが、お名前を聞かせてもらえないか。ビサイドから参りました、ユーナと申します。やはりそうか、ブラスカ様のご息女だね。お父上の面影がある。知ってんの？父のお知り合いですか？いや、直接お会いしたことはないんだ。あ、失礼。僕はイサール、君と同じ召喚士だ。パッセです、よろしくお願いします。俺はマローだ。見りゃわかるだろうが、兄貴のガードだ。子供の頃からいつもブラスカ様を見上げていたよ。口動かさんなこの人。ブラスカ様のような大召喚士になりたいとね。きっとお父上から素晴らしい能力を受け継いだことだろう。君なら必ずシンを倒せるはずだ。いえ、そんな、私まだ召喚士になったばかりですし。もちろん僕も負けるつもりはない。どちらが先にシンを倒せるか競争といったところかな。私だって負けませんから。爽やかないい人だね。ではユーナ君、僕はこれで。お互いに頑張ろう。はい。ティーダもうちょい抜いてもよかったのにな。よし、いっか。君、あ、何？なんすか？君、ユーナ君のガードだろ。そうだけど。マローダが妙な話を聞きつけてね。ん？君たちも知っておいた方がいい。討伐隊の連中から聞いたんだけどよ、ここんとこ旅の途中で行方不明になる召喚士がやたら多いっつんだわ。魔物にやられた可能性もあるが、それにしては数が多すぎるようだ。詳しいことは分かんねえけど、とにかくおめえらも気ぃつけろや。召喚士が消えちまったらガード的にシャレになんねえだろ。なになに、何の話？ガードの仕事をしっかりやれっつう話だ。僕ちゃんとやってるよ。ねえ兄ちゃん、くれぐれも気をつけて。うっす、うっす。パッセ、なに兄ちゃん。出発するよ。うん、わかった、じゃあね。でもここの世界でさ、召喚士を狙うような存在って。ご一同準備はよろしいかな。
召喚士狙うような存在って本当にアルベドぐらいしかいなくない？エボン関係者はだってなあ。ガード全員集合だな。よろしくお願いします。じゃあ行くか。初めてちゃんとなんかついてってる感じがするな。スフィア取る。これをこれまあ2個はめるんだろうな。スフィアセット。ジョゼのスフィアをセット。こっちもあるからこっちもセット。スフィアを取った。はい、オッケー。結構ややこしそうだな。で、先へ進むと、ここに2つスフィアがあって、ここにはめれんのか。とりあえずはめてみるか。適当に取って。これはまあ消えるけど、とりあえずこっちにはめて。違う。何もしない。で、これを取りますと。取ってこっちにはめる。で、何が来る？これあれじゃない？これじゃない？これをスフィアをセットできそうだなんだけど、はい、こっちまで押せばなんかあるんじゃない？危ない。どうすんの？ジョゼのスフィアがセットされている。これどうなってんの？これどうなってんの？なんか光は強いんだよね、他のスフィアより。これまたはめたりすんのかな？まあ、とりあえずはめてみる？開いた。開いたね。開いたけど、どうしようか。これいけないもんな。開いたけど、スピアを取る。これ2つはめてみるか。1回。セット。スピアを取る。二つはめれるよね。いけないんだけど。違う。何もしない。こっちに行けないっすね。あ、行けたね。で、セットしてみろ。セットしてみろ？セットしてみよう。あれ？戻してみるか、一回。こっちでできることはもうないのかな？こっちでもないのか。やべ、踏んじゃった。どうしよう。これ、どうすればいいんだ？これ、こっちとか押せないのかな？ここに突き落としてみる。いけんのかな？あ。あ、いいの？それで。これいける？お、うわ、ダメじゃないそれ。この、なんだろう。いけてんのかなみたいな感じでどんどん進めてるけど。なんでもありか。これでもうこの向こうに用事はなくなったんじゃないかな。これは？こっちを置いてみると、別のとこが開いたりする？ん？で、あ、また押しちゃった。あ、戻ってくるんだ。あ、そうか。足場だもんな、単純に。どうすればいいんだろう。こっちでなんかするって、ビリビリっていうのも、
意味ないもんな。あとはめれるとしたら、こっちか。戻るくらいしかないよな。とりあえず入れてみるか。お、当たりっぽい？当たりっぽい。じゃあもう一個やれば OK だね。これ多分あれなんだろうな、下の回路とか見てちゃんと判断するんだろうな。なんとなくこういうことでいけるんじゃないかっていうふわっとしたやつでやるもんじゃないんだろうな。これで、おお、消えた消えたんだけど、まあいっか、とりあえず、おお、浮いた浮いた。ん？これ何？あ、はいはいはい、これをはめてって、なんか動力というかエネルギーを伝えていくみたいな感じか。スフィアって何なんだろうな。いや、なんとなくはさ、理解してるんだけど、FF7 でいうところのマテリアみたいなとも違うのか。若干違うよな。なんかなんか出てきたんだけど、これ先に進めるってなるとなんか下にありそうなんだよな。なんかできてたりしない？なんもないか。戻しても意味ないもんな。なんかこっちとかになんかできてるとかないか。なんか調べらんない？調べ、こことか絶対なんかあると思うんだけどな。なんか出てきそうじゃない？あ、あったわ。なんか壁の広さ的になんかありそうだなって思ったんだけど。なにこれ？お、あのスフィア。よし。これであれじゃない？さっきの、なんだっけ、台座みたいな。これに、これに、これをセット。よし、オッケー。いいね。結構武器だったりするから武器かな。何の武器？魔力スフィア。この魔力スフィアとか攻撃スフィアとかの使い方があんまりわかんないんだけど。さて、着いたね。フラフラするな。落ち着いて待っている。はい、すいません。あんたももう少し落ち着いてね。恥かくのはユナなんだから。すごい、もうみんな保護者なんだけど。静かに待ってくれ。すいません。あら、またあなたたち？相変わらず頭数だけは多い、ね。うるさいな。どうしたのバルテロ？そのおじさんに何かよ？あんた、アーロンだな。ん？だったらどうする？握手してくれないか？ファンなのか？アーロン。いや、アーロンさん。俺、あんたに憧れてガードになったんだ。へえ。やっぱ有名人だもんな。あ、するんだ。するんだ、アーロン。ちょっとまんざらでもない顔してんね。ありがとうございます。感激です。大召喚士ブラスカ様を守ったガードを捕まえて、おじさんとはな。知らないのって感じだもんな。物知らずにも程がある。ボロクソ言うなみんな。うわー、バルテロ、もういいでしょ、戻ってきなさい。苦労してんな。しばらくバルテロ手洗わないんだろうな。いやー、面白い見物だったけど心臓によく、ね、楽しかったね。ね、自分の場所を決めろ。え、そこで黙って待て。あ、すいません。多分そこなんだろうなって思う。あ、そう、いっぱい空いてるな。いっぱい空いてるわ。フラフラするな。
はい、すいません。な、どな。持って洗わんぞ。しばらくどころじゃなかったな。やめてよもう。汚い手で触ったらブツわよ。この二人の関係って何なんだろう。付き合ってんのかな。遅いわね。いつまで待たせるのかしら。いや俺もうこいつめっちゃ好きだわ。アーロンさんに会えた。バルテロ大好きだわ。ミーハーじゃねえか。あんたももう少し。はい、すいません。これどこにいればいい？この辺？こことか？うろうろしちゃってるんだけど、どうしよう。どうしよう。どこで待てばいいんだ？自分の場所って何？すごいうろうろしちゃってるけど。お前。お前、少しだけ強くなった。あ、ちょっと褒めてくれてる。でもまだまだ足りない。本当にちょっとだ。どうしよう。あ、持つべきものは偉大な父親ね。ガードの数はむやみに多いし、アーロン様まで味方につけて、それにシーモア様にも気に入られているみたいじゃない。ウラスカ様の娘って肩書きがあると違うわね。父は関係ありません。私は一人の召喚士として旅をしているだけです。でも周りはそう見てくれないんだよな。結構なことね。でも偉そうなことを言う前にまず自分の足でちゃんと立ったらD だ、落ち着けよ。ガードに頼ってばかりだといざって時に痛い目見るわよ。イクシオン、電気の馬ってこと？ああ、かっこいいな。馬か。馬っぽい名前。馬か。俺の中の馬って言ったらやっぱりな、やっぱこいつなんだよね。どうしてもさ、馬って言うと真っ先にこれが出てくるんだよな。いや、これだとあんまりあれだな。あんまり直接的すぎるから、巻き場をぐらいにしとくか。オッケー、これでいこう。巻き場を。電気の馬か。キリンでもよかったな。あ、キリンの方がよかったな。キリンさんぐらいにしとけばよかった。まあ、いっか。どんな時でも夜は明けて朝が来る。うん。また旅の始まりね。そうね。てか、ルッツはもう帰ったのか。ルッツに言ってあげて、それ。ユーナが来たら出発だ。はい。ドナは出発した。あ、そうなの？イサールも出発した。うん。ドナは出発。早くない？あ、なんか懐かれてるね。かわいいね。新入りは今のうちに旅の準備を整えておけ。新入り。なんかすごいいろいろ言われるな。はい、じゃあここで一旦区切りましょうか。次回また。先に進んでいきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。